さあ、皆さん、こんにちは。ノッツォでございます。ということで、今回も、ペルソナ4をやっていきたいと思います。はい、ということで、やっていきましょう。前回はですね、進展したっていうのは、私というか、主人公とチエちゃんの関係が進展しまして、チエちゃんと、まあ、そういう関係、恋仲になったんですけども、で、それで、なんか、まあ、とにかく、コミュが、マックスになったんですよね。で、マックスになって、なんか、その、ともえが鈴鹿御前に転生したっていう感じで、だから、ちえちゃんのペルソナが変わったんですよね。そういうシステムがあるのは正直知らんかったわ。わ、ビビったねっていう感じなんですけども。いやー、そうなるか、みたいな。ほら、鈴鹿御前になってっしょ。これ。ちょっとともえ感残しつつ、ちょっと違う。なんか真っ黒になったよね。いやー、かっこいいなーっていう感じ。で、みんなこうなんのかなーみたいな感じなんですけど。てかさ、陽介21何やっとんこれ、場に出てねえやつはデビューアップしていかないのか。これ、マジきつくね。伊勢ちゃんと熊。熊一番デビュー高いの草なんだけど、熊。さすがに熊。リセちゃんいますね。リセちゃんと過ごしますか。なんかリセと過ごすっていうのが多かったんで、やっていきましょう。一応、コミューはね、気づいたんですよ。てか、もっと、まあ、そうか。家目の前か。目の前や言うても、アイドルがこんな夜道の真ん中にいるのはなんか普通に危ないような気がするけど。こんな時間に会うとか、ちょっとびっくりしちゃった。私はお店の片付け手伝ってたとこ、今をやっと終わったの。リセは暇なようだ。会話楽しむのもいいかもしれない。夜はリセと過ごそうか。はい。本当、やったー。先輩と一緒だ。リセは嬉しそうだ。最近ね、やっとお豆腐屋のお手伝いに慣れてきたの。最初は全然ダメで、お豆腐何個も崩しちゃった。つい力入れすぎちゃって、実は緊張してたのかも。あー、作る過程でってことか。なんか普通になんかこう、販売の時はなんか、普通に手慣れてる感じだったけどね。あ、でも今はもう大丈夫だよ。ちゃんと板についてるでしょ。まだ危ない。自分で言う。そうだな。まあ、おばあちゃんみたいに手際よくはできないけどね。今度私が仕込み手伝ったお豆腐、先輩にごちそうしてあげるね。リセは自信ありげに笑っている。ちょっと前までしばらく夕飯が崩れたお豆腐のオンパレードだったな。お豆腐好きだけど食べ過ぎて夢に出てきたくらい。たわいない話です。リセと盛り上がった。リセとの仲が深まった気がする。そうそう、リセとの仲がもっと深まりそうな気がする。やっぱもうこんな時間ごめん、そろそろ戻らなくっちゃ。あ、そうだ先輩、ちょっと手出して。長寿サプリ。長生きしろってことか。でもこの主人公はね、いろんな使命を背負ってくからなんか長生きはしなさそうなんだよ。ドッキリプレゼント、ふふ、驚いた。じゃあおやすみなさい、先輩。これでジンギスカンキャラメルとか握りやされてたらちょっとあれグー言ってたかもしれない。おやすみ、先輩。リセと別れ家に帰った。雨だね。話し声が聞こえる。明日からよ、いよいよ、おおてか夏休みになったらさ、なんか出かけるみたいな言ってたね、バイク。なのにこの雨だもんな、予報じゃ一晩中降るってさ。まあ、明日朝には上がるらしいけどな。一気にスカッと夏空になんないかな。つっても俺予定ないんだけどな。強いて言うなら、毎日日曜から火曜にやってる地下ネット田中の通販見るくらいかな。あれ、なんか知らんけど、つい買っちまうんだよな。あなたのテレビに、地下ネット田中ってやつ。お前も見たことあるだろ？俺も毎週見てっからな。あ、そっか、夏休みって毎日さ、休みだからさ、朝から晩までこう、ステータス上げとかできるんじゃねえの？はーい、みんなウキウキするのはわかるけど、これから体育で終業式よ。まあ、誰かさんみたいにうるさいことは私は言わないけど、早め行動お願いね。うふふ、でも本当に楽しみよね、夏休み。私、水着買っちゃったのよ。ちょっと危険な感じの。ね。みんなもちゃんと夏休み楽しんでね。あ、でも宿題も忘れちゃいやんよ。
終業式が終わった1学期は今日で最後。おー、なんか長かったね。転校してきてから。4月ぐらいだ、3月か。3月か4月ぐらいに来て、もう夏休み。早いもんでね。今は捜査の経過を待つしかない。あの先生さ、なんかまあ若い女性に対して対抗心があって、なんかすごい腹黒い面もあるけど、それ以外はちゃんとしてそうだね。まあそれがちゃんとしてるかどうかはまあわかんねえけど。え、どうすればいいんだこれ。まあ真中で飯ってのもありか。あ、でも部活は夏休みでまあ海で泳ぐ。気が早くねえか、それは。いらっしゃい、今日は雨だな。大だらの親父、久しぶりに来た。こんな日は無性にアート心がうつくぜ。珍しい素材でも手に入らねえもんかな。ところでお前、稲葉マスって知ってるか？タメ川で釣れるんだが、ありゃいいつまみなんだよ。もしおめえが釣りをすんなら、わしの代わりに釣ってきてくれね。え？クエスト32、稲葉マスが欲しいの、依頼を受けた。ちょいと癖があるが、なかなかのアートだ。わしのアート心にも火がつくってもんだ。よろしく頼んだぜ。そうは言って、でもよ、俺持ってねえんだよな、釣り道具をよ。お前んとこマジで何をあれしてんの。マジでスニーカー、厚底スニーカー、これ強いの？弱えじゃねえかよ。購入しますか。いいえ、漢字デスク。いや強えわ。いやでも多分ジカネット田中で漢字用のやつとかに入んじゃねえかな。いや、にゃんにゃん黒強すぎるでしょう。いや、ジカネット田中のやつ待ってたらもうでもあれかな、きついかな。てか、クマは戦闘要員だけど、リセちゃんはもう完全にあれか、今までのクマのポジションみたいな感じかな。だって、ないもんね、装備品が。そういうキャラってのも面白いよな。これ、売却することによって、武器。ああ、そっか、消耗品。素材全部売ってもなんかいいんじゃねえのとか思っちゃうけど、どうなの？いや、でも置いとかないと、あかんか。あ、ちょっと待っててくれ。何？バスターソード、バスターソード。やば。バスターソードとか、でもなんか素材がめっちゃあるやつの、あれってあんまり信用ならんけどな。だよね。この人何個売ったらあれなんのかも全然わかんねえんだ。1個売ったらちゃんと考えてくれんのか。そういうわけではないのか。そういうわけではないんだよね。あ、さっきこれ売ったな。と全部売ったらわかんねえやろうな。この人が何を作りたいのか。10個ぐらい試して売ったろか。おお、待て待て。我ながら、どう丸10個ぐらい売ったらみたいな感じあるな、これ。あー、マジで10個ぐらいかもしんない。クールビズ。今からの時期やな。頑丈のか、10個か。あ、10個だ、10個。突っ張りシューズ。10個か。いいね。なるほど。10個渡せやいいんだ。渡しまくるわ、もう今から。10あるやつ？ 10 個以上あるやつ渡すわ。担当ジャケット。移り技が通らなくなるみたいな感じかな。生命の指輪。首輪。第一シール。いやー、なんかあんまり素材ないやつ出すのもね、嫌なんだよね。ロングソード。幸運のコイン。これなんで嫌かっていうと、その、夜にさ、白く商店がさ、バーに変わるじゃんか。バーに変わるから、そこでなんか素材を持ってくと武器と交換してくれ、みたいな。なんか、その、モンハンみたいな仕様があるんだけど、それのためになんか残しておきたいんだよ。だから全部売りたくはないんだよな。いろいろと増えたな。弱え。やっぱジガレットさんの、武器た、強いんだな。でもこの辺は、あ、でもこの辺さ、ちゃ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 。
や、そろそろこれ変えた方が良くないか。装備、あ、もう売るわ。いらんわ。あー、女性陣のは違うか。まあ男性陣のやつ買っとく。いや、でもふんどし。まあまだまだ幹事くんはいくか。プリチースーツ、あれプリチースーツって名前だったの。でも70も違ったらもう買うしかないよな。よし、こんなもんでいっかな。真夜中テレビに何が映るかってことだ。こっからストーリーがまた進展すんな。テレビに何か映るかもしれない。夏休み入ってからも活動しないといけない。いや、でも犯人っていうか容疑者は特定してんだろ。あ、なんか出てきたぞ。うわ、こいつなんか見たことあんな。映った。非常に鮮明な映像だ。壁を背にして少年が立っている。え、なんかこれ前なんかユキコに対してなんかキモいこと言ってたやつちゃうの。魚顔のキモーくん。キモーくんって言っちゃあかんか。見た目でそんなこと言うのはあかんよ。みんな僕のこと見てるつもりなんだろう。みんな僕のこと知ってるつもりなんだろう。知らねえけど。それなら捕まえてごらんよ。今映っていたのは確かに少年か。俺らと同じぐらいの世代だよな。おい、見たか。いや、見たよ。今の誰だ。俺知らねえよ。ニュースや特番で見かけたか。なんかゾンビみたいにテンション低かったけど。ヨウスケ、ヨウスケ。まあ、そっか、クマ一緒にいるんだ。ああ、わかった、うるせえな。悪い、クマに変わるわ。先生、クマクマ。初めて噂の真夜中テレビ見たクマよ。やっぱこれ、さっきの子の抑圧してる気持ちにあっちの世界が共鳴して起きてる現象クマね。ってことはやっぱさっきのやつがマジで主犯というかもうあれなんだ。誰かが撮影してるとかじゃないって、これではっきりすっきりしたクマだけど、さっきの子多分もうあっちの世界に入ってるクマ。どうするクマ。すぐに行こう。まずは作戦会議。そうだろう。さすが先生、頼れる。クマからの熱い信頼を感じる。胸キュンしたくま。こうなっても可愛らしいな。でもそんなクマはまあ勝手にね、なんかこう上がってってくれて助かるね。星のペルソナ、決意を強め、追撃を提案してくれるようになった。クマ変われ、いい加減。おい、もう入ってるってどういうことだ。いつもは事前にぼんやりしたのが映るだろう。てか、あいつが言ってたセリフ聞いたか。捕まえてごらんって。そういや、見た目少年だったよな。まあ、もしかしてあいつ。そうなんだよね、ちゃんとピンときたか、陽介。いや、結論を急ぎすぎだな。明日すぐ集まってみんなで話そう。いや、続けて。知恵からだ。あははは。あ、やっとかかった。花村もずっと電話中で、ユキコともさっき話してたの、あれってさ。陽介やクマとの話を伝えた。うん、突き止めるしかないよね。明日すぐ集合しよう。今日は早めに休むことにした。今日から夏休みだ。仲間とフードコートで集まる約束になっている。フードコートへ急ごう。よし、リセとクマがあっちを探ってる間、俺たちはここで作戦会議だ。で、昨日のだけど、みんな見たよな。いやー、なんかすごいことになってたね。見ててネクラが映りそうだったぜ。死んだ魚みてえな目でボソボソ挑発しやがって。一等ムカつくぜ、クソが。なんなんすかあいつ。被害者犯人わからない。
まあ、犯人かどうかもわかんねえしな。わからんよね。実はどっかで見たような気はしてんだけどな。昨日はいきなりはっきり顔まで映ったから、いつもと違うなって思って知恵に電話して、それで話しながらふっと思ったの。あの子、犯人なんじゃないかって。ただの勘っちゃ勘なんだけど、つながるんだよね。まあ言ってることがね。話じゃ容疑者は高校生の少年。モロキンの件で足がついて指名手配。そんなタイミングで昨日のテレビだ。おまけに捕まえてごらんなんて意味ありげな挑発。そんで？例えばだ。男子高校生の A 君がいます。A 君は何かの拍子であの世界に入れるようになりました。A 君は何かの動機から命を奪う目的で人を次々とテレビに放り込みました。何なんだろうな。まあすごいネクラというか、まあ陰キャというかね、だからなんかこう眩しい奴らをこうどん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 放り投げてたっていう、放り込んでたみたいな、そんな感じなんかな。別の世界なんて警察には証明できない。それは絶対足のつかない最高の手口でした。ところがある時からテレビに入れても人が死ななくなってしまいました。仕方ないのでモロキンの時だけはテレビを使わず自分で殺しましたが、足がつきました。なるほどね。指名手配された A 君には逃げ場がありません。ああ、もしかして逃げ込むために自分からあっちへ行ったってことっすか。でもあの少年もさ、結局は人間なんだからさ、こっちが切り出たらやつも危ないんじゃないのってなるよね。ああ、それで捕まえてごらんってか。ああ、先輩意外と頭いいっすね。ムカつくなお前。テレビに映った人を狙った理由はまだよくわからないけど、もしかしたら諸岡先生にだけは本当に恨みがあったのかも。だって足がつくのを覚悟してまで実行したわけでしょ。諸岡先生の時だけテレビが無関係なのも、そう考えれば一応わかるっていうか。まあね、諸金だからよ、あんな感じの先生だからな。まあ自分とこの生徒以外にもああだこうだ言ってた可能性あるよね。ただあの子、逃げ込んだ後はどうするつもりなんだろう。クマさんがここにいるってことはあの子出られないんじゃ。まさかやけになって自殺しちゃう気とか。そういえばめちゃ暗かったし。いや、そんなんじゃないな。犯人はテレビに入れた人間がこっちへ戻ってきてるのを知ってるはずだ。天城や幹事はともかく、芸能人の理性が死んでないことを掴んでないわけはないだろう。つまり少なくとも出る方法があるってことを犯人は知ってる。とにかくここまで来たら全部本人に聞くしかないだろう。なるほどね、それで入ったんだ。でも出られるって言っても俺たちはクマがいたからね、出られたわけで。もしクマがいなくて出れなくなったら、あの子、霧がこっち出た時どうなんだろうな。ちょっと見てみたいよな。お、ナイスタイミング。どうだった？だね、情報少なすぎて足取りつかめない。中に誰かいるのは間違いないんだけど。そうか。で、クマは？まだ張り切って探してる。なら俺たちはあいつが誰なのかを確かめよう。あいつがどこの誰なのか、警察に追われてる容疑者ってのと本当に同一人物なのか、それさえ分かればあとはいつも通りやるだけってこった。そうだね。もしあの子が本当に犯人であっちの世界に行ってたら、警察もう手出しできないし。つまり俺らがやるっきゃねえってことだな。事件解決に向けてみんなの心が一つになった。おー、いいね。あと3か。別に仲間が増えるとか増えないとかじゃなくて、まず団結力が上がるとこれも上がるみたいな。
自称特別捜査隊。じゃあみんなで情報集めよう。奥に進むためにはあの少年の情報が必要なようだ。誰かに話を聞いてみよう。これはあれじゃね、探偵の人に聞いた方がよくね。でも話してくれるか。あのさ、漢字見てねえか。俺がトイレ行ってる間にどっか行っちまったみたいだな。たくあいつ一人だと何かと心配なんだよ。犯人の情報テレビでやってたまんまじゃないの？もう暑すぎ、これ毎日だときついね。熱中症になると危ないからマジ水分取んないと。犯人まであとちょっとだし、一丁気合い入れて頑張るか。街が騒がしいのもたまに警察がうろうろしとるぞ。まさかまた事件じゃなかろうな。暑いのにこの上事件か。まったく嘆かわしい。ドナルドも暑いわい。声の大きい人。え？お兄ちゃんは男の友達とクラスの女子どっちと遊ぶのが楽しい？まあでもね、その年代の子ってどうなんだろうな。まあ男の友達かな。やっぱそうだよね。僕も友達とサッカーするのがいいもん。それに女子と遊んでると友達にからかわれるし。からかわられても動じない、そんな精神力を子供が持ち合わせるわけないしな。久々に大きな人は。この人吹き出し出てる。もうやだ、ボーナスでないとか出ないとか聞いてない。契約社員だって社員じゃん。あの雑貨屋絶対私の仕入れなセンスで儲かってるはずなのに、ひどい。頑張ってる私にはご褒美が必要なのに。っていうか男の子の清掃が見たい、そういう気分。チャラいのじゃなく、なんかもっときちっとしててキュンとしちゃうのがいいな。なんたらなんたらにそれっぽいの売ってたけど、あれじゃ物足りない。君結構かっこいいし絶対似合う、そういう服持ってない？探してみる。結婚式とかで着ちゃいそうだな、なのがいいな。あ、別に私と君のってことじゃないよ。早とちり禁止。誰がてめえと、モブみてえなやつと付き合うかよっていう。ときめくあの 服が見たい。じゃあ、もしあったら持ってきてね。楽しみにしてるぞ。彼女いるんだわ、っていうね。持ってるだけなんかタキシードみたいなやつ。タキシードみたいな、タキシードではないのか。鼻メガネじゃあかんか。買わねえといけないのか、もらわないといけないのか、どうすりゃいいんだ。俺はさ、このジャック・フロスト欲しいなと思って、まあでも金がもうねえんだな、4万、10万とかあったのにな。金が底をつきそう。ジャパネットじゃねえわ。ジャパネット。ジャパネットって何や、知らんがな。ジカネット田中か。ジカネット田中の通販で。買うからさ、金が飛ぶんじゃな、これな。装備品は高いからの。隠水。コツがつかめそう。もうマスターしてくれ。毎回100円入れるたびに、なんかアイテム落としてくれ。何も取れなかった。いつだったらこのジャックフロスター取れるんだ。30回ぐらいやんねえと取れないで仕様なってんじゃねえだろうな。ふざけやがって。これあれだ、双子の妹の方じゃん。今日から夏休み、嫌だな、帰りたくない。家にいるとお姉ちゃん気になって仕方ないんだもん。双子なのに違ってるのっておかしいよね。例えばお姉ちゃんは一度決めたら誰の言うことも聞かないの。私は逆、すぐ人の言うことを聞いちゃう。自分でいろいろ決めるのももう苦手だし、本当に全然違うんだよ。だから真似しないといけないの。あのね、お兄ちゃんにお願いがあるんだ。聞いてくれる？なんか妹、あの姉の方はね、仲良しなんだよって言ってんだよね。私お姉ちゃんと一緒じゃなきゃダメなのに、フラワーブローチは持ってないの。お姉ちゃんまだ気づいてないんだけど、気づいたら怒ると思うんだ。探しても見つからなくって、お兄ちゃんそれ持ってない？探してあげる。本当に？よかった。あのね、フラワーブローチなのよろしくね。姉への道。姉に強制されてんの？同じようにしろって。どこに手に入んだそれ。ちょっと教えてほしいな。ドラマで恋人同士がダンスしながら交換してたんだ。ああ。なるほどね。なんかそんなシャドウいたな。なるほど。いやさ、釣りのミッションもらってんのにさ。その竿がねえんだよな。俺のを使うかじゃん。俺のこの股についてるやつで。ん？容疑者の情報な。むずいっすね。誰なのかもわかんねえってパターンは初めてだぜ。てか、うねってるよりいっそ、
正攻法でぶち当たってみちゃどうすか。堂島さんとか身内の先輩なら何か教えてくれたりしねえすか。幹事の言うことももっともかもしれない。しかし堂島教えてくれるだろうか。んなもう教えてくれるわけねえじゃん。あれ堂島いる。あれなんでいたかな。指名手配の手がかり。お前首を突っ込むなと言っただろうが教えられるわけないだろう。たくくそ、足立のやつどこ行ったんだ。全く取り付く島がない。そりゃそうよ。あ、ちょっと羽川、ちょっと進展したな。どうだった、何か聞けたか。ああ、怒られちゃ世話ないな。もうちょい話聞けそうな人を探すしかないな。そんな足立しかいねえじゃん。面目ない。肉丼の誘惑に勝てなかったっす。ははははは。ああ、仕方ねえな。もちろん食べてる時も情報収集はバッチリしたよ。うん、でもやっぱり普通の人は事件の詳細なんて知らないみたい。やっぱ警察かな。あれ、ユキコいるね。ノックンってなんでそんなに情報収集がうまいの？私ずっとここに住んでるのに未だに人見知りってちょっと恥ずかしいね。もうちょっと頑張ってみる。きっと手がかりがつかめると。え、あたしさん見たかって？うん、見てないよ。あ、あたしさんといえばジネスでよく見かけるよね。今日は会えるかわからないけど。あ、俺もジュネスだなっていうふうには思ってたけどね。君のおじさんとは別のもう一人の刑事を探してるのか。そうだな、同じ場所にはいないんじゃない？手分けして捜査してるはずだし。15度はジュネス。行こう。一日中外ってしんどいっすね。俺が声かけると逃げるし、たく慣れてますけどね。思ったんですけど、やっぱ事件のことは警察の方が詳しいんじゃないですか。例えば足立さんとか、どっかその辺でサボってそうっすよね。そんな足立ジュネスにいなかったんよね。河川敷にいる？サメ川土手。じゃ、サメ川土手はここか。こっちや。あれ、なんで陽介ここに来てんだ？あっち、暑いよ。この日に聞き込みって拷問だぜ。かき氷、ソフトクリーム、冷たいもんが俺を呼んでるよ。で、こんなところでへばってる場合じゃねえな。もう一頑張りしてくっかな。この人から有力な情報を手に入れたんだけど、あんまりパッとしない刑事。うん、パッとしない。あ、たまに若いスーツの人がジュネスで住んでるのを見るよ。カー、モク、ドーって書いてあるんだよね。だから次の日だわ。僕と同じ匂いがするよ。暇すめる。ってことなんで、明日になんねえと、ヘッポコ刑事出てこんと思うんで、まあ、その、でんこんってことは、今日は、バイク乗りますか。サメ川で釣りしてえけど、釣れねえんだっつうの。さあ、乗り回しましょう。ちょ、遠出してみよっか。はい。どこやねん、ここ。知らん場所来た。釣り具、え？あちこち迷ったせいで、もうすぐ夜になろうとしている。だが、かなり土地勘がつかめた気がする。待て、釣り具？ここ覚えたら買えるんじゃね？釣り用品が。もう少し走り回れば周辺の土地勘は完璧になるだろう。勇気が高まった。あれ、荷物届いてる。あー、なんだっけこれ。誰のあれなの？あ、陽介くんか。陽介くんの武器かな。あ、そうだな。ようやく変えられんの。これ陽介も久しぶりに使いてえな。感じ合うとかな。なんかさ、やっぱユキコは回復要因でマジ入れときたいし、チエちゃんはもう正直彼女が入れたいっていう。で、ヨウスケくんとカンジくんがもう入れ替わりかな。もうそこの枠が入れ替わりになるかな。まあ、クマも使ってみたいんですよね。で、どうしよっかな。何のこと過ごすか。つまみ食い。つまみ食いなんてあんの？まあ、それ以上勇気いらねえと思うんだけど。はは。たまには飲んでみるか。いいねえ。普通にうまい。心にダメージを負った。今夜は早めに休むことにした。最悪じゃん。なんか罰ゲームでさ、麦茶とめんつゆをさ、こう、何？全部で6個用意して、その中1つめんつゆですみたいなのが罰ゲーム食らったみたいな気分だよな、これ。雨が続いた後に出るという霧。それまでに十分な準備をしなければ。まずはリサに手がかりを知らせるために情報を集めよう。あ、いた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 。もうちょい休憩しとくか。って、うわぁ、びっくりした。驚かさないでくれよ。え、何してるかって。は、張り込み捜査だよ。堂島に言うぞ。お疲れ様です。はははは。堂島に言うぞ。
脅し。もしかして、道島さんが何か言ってた？頼む、道島さんには内緒に。で、指名手配犯の手がかり？教えたら黙っててくれるかい？なら、これ、独り言ね、独り言。本当にダメだな。そんなこと、そんなことでポロッと言っちゃうのにダメだろ。あいつ、商店街のどっかで、バイトしてた気がするな。どこだったっけな。そこまでは教えられないな。あたちはわざとらしい口調で目を泳がせている。容疑者の少年のアルバイト先とは一体どこだろう。マナカなんじゃねえ、もしかして。商店街でバイト？さっき本屋さんで事件の話してる人がいたんだけど、なんだか冗談みたいに言ってて許せなかった。犯人はこの辺りのお店でバイトしてたんだよね。この商店街にあるかもしれない。頑張って聞いて回ろうよ。本屋はさすがにないのか？あー。なるほどね。これね、めちゃくちゃ、勇気めちゃくちゃ明るいやん。虫取りテクニック集。寛容さ。これ、マジ良くない？家庭菜園。釣り。寛容さあげる？いや、まあ、でもお金ねえからお金あるときに買おう。こういうのはな。今、金ねえじゃん。4万しかないじゃん。きついじゃん、そんな。マーター姉貴のお使いだよ。やってらんねえよ。ジネスに、視力に行って回らないと全部揃わないんだぜ。たくさ自分で蹴っての、生意気そうな少年。何事も気にしないのがコツだよな。俺は都会でそう学んだぜ。エジプト人なんかもう忘れる。気にしない。田舎でもそうやって過ごすなんてな。なんだか皮肉な気がするぜ。何の話をしてんねん。視力。どこでバイトしてたかどうかって調べんの？親、リセのお友達の、リセはまだ帰ってないよ。以前学生がバイトしていないか聞いた。学生さんや、うちはずっと私だけでね、リセが来てから助かってるんだよ。ここではバイトしていなかったようだ。こういう感じで調べんのか。じゃあこの人、ここもあるのかな。バイトしてた子がいなかったかって？うちはおばあちゃんだけでお店番できるからバイトは雇ってないのよ。ごめんね。バイトだ。わしの後を理解できなきゃバイトなんぞさせないぜ。未だに わしのアートを真に理解できる奴がこの世にいたとしたら、おめえさんぐらいだな。とわなんか俺は認められてるらしいわ。ま、そもそもバイトなんざ募集したことねえけどな。ちょっとどっから聞いたの？言うなって言ったのに。確かにあの子一時うちでバイトしてたよ。って言っても結構前だし、ほんの少しよ。お肉ばらすのですぐ根を上げちゃってね。どんな子ってほら目がこう黒目がちでさ。口で言うのは難しいけど、そういえば前にここでバイトしてた子が中学の同級生とか言ってたっけ。その辺で時々見かけるから声かけてみるといいんじゃない。今日会えるかどうかわからないけど、金髪してる子だから目立つと思うよ。少年についていろいろ聞くことができた。話で聞いた学生に会うことができれば、少年について詳しくわかるかもしれない。なんか今回は転々とさせられるなぁ。金髪の子。お前か。ああ、先輩、やっぱり俺、ジュネスの方に行って。バイト先はもういいんすか？くそ、これじゃ進めな、いや、なんでもないっす。休もうとしてたな。いよいよ夏休みだな。日本の夏、爆走ライダーの夏だ。ツーリングするならおすすめは沖縄あたりかな。バイクならすぐだし、娯楽もあるし。でもきっと遠くまで走ってみてえな。ああ、時速30キロでも行ける範囲内でな。何？卒業写真。ああ、なるほど。顔写真って本人だって決定的だよな。それが揃ったらそろそろ特定できんじゃね。とにかく片っ端から聞いていこうぜ。なるほどね。写真。確かにそうだ。それがあれば、楽そうだな。ノックン、バイト先分かったよ。とっくに見つかったの。そうか。卒業写真を探すのね。あはは。俺の仕事があまりにも早すぎるから。学生たちに聞いてみれば、さらに詳しいことがわかるかもしれない。惣菜なんて買わない。すげえ。売り切れ？じゃあメニュー出すんじゃねえぞ、こら。150買うか。これ何？ 320 円。俺、惣菜大学。利用したことなかったな、そういえば。卒業アルバム、念のため聞くけど、私の卒業アルバムじゃないよね。ごめん、学生さんに聞いてみた方がいいと思う。最近だと、商店街の南側で月水金に派手めの学生さんがいるわよ。ってことは明日か。
この間友達と塾うぜーって言ってたから、カーモクドーは塾なのね、多分。大変だな。夏期講習ではないのか。何々、すごいこと分かったの？卒業写真？そっか、それなら特定できるね。学校の友達とか心当たりないか、電話してみる。あ、先輩、やっぱり俺、ジュネスの方に。バイト先もういいんすか？まあ、今回もやることねえから、明日までね。だから乗り回そう。はい。さすがに覚えるんじゃうか。どう？海に来ることができた。勇気が高まった。七里海岸行けるようになった。海に来てみたがどうしよっか。釣りをする。泳いでみる。海を眺める。釣竿を持っている人に誰か心当たりないだろうか。釣竿。海を眺める。今日は海を眺めて過ごそうか。まずそんなことしたら一日無駄に。いや、泳いでみる。は一人で何しとんお前。周囲に友達と楽しんでる中、一人で海水浴をした。勇気は高まった。本当に高まった。傷のアルバムが追加されました。ソファーにアクセスすると仲間との思い出を振り返ることができます。何それ。知らんのやけど。そんなことできんの？アルバムとかある。ああ。父のがあるけどな。何それ。ああ、コミュか。親友。ランク10は親友。いや、彼女です。そこは訂正させていただこう。彼女です。一応でも、マックスになると、彼女以外はみんな親友って感じの扱いなんだ。本を読む。ん？狙い通りだ。来た。ジャックフロスト人形。手に入れた。おお、おめでとうございます。次の景品入荷までしばらくお待ちください。マジで。アイテムとしてかな。あれって、ジャックフロストって何？普通にペルソナってこと？いや、ペルソナ説あるか。ジャックフロスト人形ってさ、なんなの？俺、必死になって、ゲットしようとしたやつって何なの結局。あ、これだ。キュートなジャックフロストの人形。知恵からもらったお揃いのリストバンド。これどうすりゃいいの？大事なものみたいな感じになってるけど。まあ、ええか。金髪、あ、これか。この子やな、この子。なんかなぁ。この子しかいないな、金髪の、つったら。ああ、卒アルが見たい。例のやらかした少年の。要は写真が見たいわけ。へえ、あるんだな、これが。ちょうど今、ダチの間で回し見してんだ。見たいならやるよ。少年の写真をもらった。久保三つ男かな。久保三つ、なんか確かに三つ男っぽい顔しとんな。間違いない、真夜中テレビに映った少年だ。写真の下に名前が書かれている。久保三つ男、それが少年の名前のようだ。容疑者の少年、久保光雄に関する手がかりが何になるかもしれない。事前に報告した方がいいだろう。ってことで、向かいましょう。よし、集まったな。おお、みんなもいるな。状況確認するか。しかし、少年犯ってか？自分と同い年くらいで人を殺しちまうなんて、ちょっとリアルには想像つかねえな。着いたら大変だよ、そういう人もいるってこと。世の中ほんといろんな人がいるから。あはは、実感こもってたね、今ね。こんな奴助けに行くって、と尺だぜ。まあ、見殺しにもできねえけどよ。日の日までに連れ出しに行きましょう。聞かなきゃいけないことたくさんある。ああ、動機、手口、もろもろ、気になることだらけだ。まあ、テレビの中に入るか。よし、行くよ。クマはもうあれなんだ、こっちの世界だとその格好なんだな。入手した久保光雄の写真をみんなに見せた。間違いねえ。やっぱ真夜中テレビに映ってたやつだ。ってことは、今テレビの中にいるのは犯人。この子、うちの店に来たことある。あ、リセジャーのメガネ姿。初めて見るね。そんななんか、いや、ピンクのなんかついてるけど、これメガネのあれ装飾なの。
してたってこと？やだ、本当狙われてたんだ。クソが、舐めやがって。この子どっかで…わかった、あいつだ。ほら、ユキコ、あん時の…そう、ユキコに対してなんか変なこと言ってたよね。あん時？あん時って4月の、ほら、いきなり告ってきたじゃん。ああ、あいつか。校門前でいきなり天城に告って振られたやつ。すげえな、里中。あれっきりのことをよく覚えてたな。違うの、声かけてきたのは初めてだったけど、そういやあいつよくいた、ユキコの周りに。ごめん、誰？校門前でさ、いきなりユキコって。ああ、そうだっけ。まあもう数多いからもう忘れてんだろう。てかこいつ、振られた腹いせでユキコを狙ったってこと？別に振ってないけど。この子、お豆腐売ってる私に話しかけてきて、暴走族困るでしょって。暴走族は群れないと何もできないとか、確か延々悪口言ってた気がする。なんかこう、一人で喋っちゃう系のアレな人って通じるかな。なるほどね。あしらい方慣れてたけど、いろいろで疲れてたから無視してたの。私、それでさらわれたのかな。ああ、いや俺、族じゃねっつの。あのクソ特番のとばっちりかよ。山のアナの不倫のこともいろいろ言ってたらしいよ。浮気なんかする女は死刑にしろとか。へえ。いろいろとじゃあ結構つながりが見えてきてるね。おうおう、揃ってきたな、いろいろ。とにかくあとは直接本人に聞くしかないな。方角わかるか？今度は誰かわからんやつなんだ、この三つおくんね。やってみる。なんだっけ、トンマチャクで、ヒミコか。いた、見つけたよ。あっち。おっしゃ、行こう。ついに逮捕だね。私たちで絶対犯人捕まえよう。なんだこれ、ゲームスタートコンティニュー。なんかメス、すごいなんか、来ちゃった。なにこれ、ゲーム？ゲームなのにゲームやってるみたいな。ゲームの世界なのにゲームなのゲーム。ゲームの世界のゲームの世界っていう。捕まえてみろってくらいだから、いわゆるゲーム感覚ってことか？むっかつく！顔面、靴跡の刑にしてやる！まあはは。ほくろのあたりとかちょっとつけてやろうぜ。目指せエンディング。男はみんなゲーム好き、女はみんなクマが好き。スルーされてんのマジで笑うよね。だいたいクマが言うとみたいな。クボミツキ、あ、ミツキじゃなくてミツオ。あとは本人の元へたどり着くだけだ。十分な準備をして必ずやり遂げよう。絶対強えんだよな。絶対強えんだよな。でも早く見つけたいよね。頑張ろう、先輩。あ、加入できない。加入何？チームメンバー入れられないわ。ノック、私知りたい。なんであんなことしたのか。どうして狙われなきゃいけなかったのか。うん、みんなで捕まえようね。ここにいるんだよね。よし、事件解決頑張るぞ。え？もう逃げる場はねえよな。気合い入れていこうぜ。で、久しぶりに陽介くんを加入させて。クマのパワーお披露目クマ。なんでもないクマ。帰ることできんの？あ、帰ることできるわ。ボイドクエスト？よっしゃ、弱くたこれるってもんよ。まあ、行ってみるしかねえよな。ちょっと行ってみよう。え、すんげえ。まあ、あいつはともかくなんかこの作り結構好きだな。このドット感が。たまんねえな。
冒険を始める、冒険をやめる。何これ。名前を入れてください。え、何これ。名前を入れてください。み、つ、お、ハート。ゲーム開始ってこと。なんかムカつく。行くよ先輩。うわ、作りもおもれー。でもシャドウは普通なんだ。お前もなんかドット感出してこい。うわぁ、何この威圧感。負けるな。トーテム36。えぐ。これ、死ぬんちゃうか。あの子死んじゃうよ、これ。あの子っていうのは、陽介くんね。15も差あるからね。あ、そうか。鈴鹿御前になってっから。やばいやばいやばい、召喚とか来た。あ、俺死ぬ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 。やばいよ。ちょっと俺、陽介くん連れてくる前にいろいろやることはあるってか、リセちゃんがね、本当にサポートしてくれてるわ。そこに感動。いや、これね、多分マハガルじゃなくて、あれだと思うんだ。風だと思うんだよね。マハガル。いや、どうしよう。ペルソナ。いや、俺死ぬな、これな。いや、マハガルキングフロストにして、風。キングフロスト、キングフロスト。ほらな、ウィークになった。で、マハガルをもう一回撃つ。オッケー。で、マハブフでいっかな。あの岩が何なのかちょっと気になるしな。あ、ま、そもそもあれか。あれが、何？あは、バカだ。お前が攻撃しなかったら。え、何？そういうなんかリセちゃんも来るやつだ。ちょっと陽介がね、死んじゃったからやばいんだよね。レベルが違いすぎるな。これちょっとさ、体力やばいよ、注意して。てか陽介なんバイトみたいな格好してんだけど、なんでなの。なんでお前そんな格好してんだよと言いたいところなんだが。いや、きっす。陽介の方にダメージいかせるのよくないよ。うわわわわ。凝ってんな。うわわわわ、ヘビ。あれ？これあれじゃん。伊勢ちゃん、中間のやつじゃん。情欲のヘビ。まあそりゃあまあそうだな。いや、電気属性特定できないかな。まあマハブフ打つか。あ、オッケー。いや、これボコスより俺もスキルを発動させるか。意外に全体攻撃してもあんまりね、効果がないんよね。倒せるまでいけるんだったらいいんだけど。普通に倒せそう。ナイス。シャッフルタイム。おー、ハイピクシーね。え、なになにこれ。すんごいかっこいいのいるじゃん、経験値。いやー、これ経験値下げるのもったいないからこれでいっか。太陽のカード、ラクシャーサ、めっちゃかっこいい。そして久しぶりにジライアレベルアップ。いや、ちょっと花村陽介レベルアップさせよう。ちょっと多分ね、レベチだってもう30いくつっしょ。ってことはボスはもう40近いわけよ。そんなの相手できないから、ここですごいレベルアップさせないと話になんねえな。まあ、それか一回リセちゃんとこに行くかな。リセちゃんとこで、火炎無効。めっちゃ強ない？弱点攻撃無効ってバカみたいに強くない？もう見切りの上ってことやんなんじゃ、つまりは。もう見切り避けるとかじゃなくて、もう無効だぜ。神じゃん。何も怖くねえや。唯一の弱点である、
炎が向こうだよ。うわ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 、黄金の手が欲しい。ラミア、なんかいろいろゲットできんぞこれ。なんか今まで合体でしか手に入らないようなペルソナが普通に出てくるからな。で、でっかい鉄、倒したわ、普通に。誰をあれしてうんたらかんたらする？アラミタマ、イザナギ、お前本当にどうなってんねん、イザナギ。こいつが強くなるミラーあんのか？まあでもさ、アラミタマかんは俺の左の玉なんだから。もう一色か。5000バグっとんな。バグり散らかしてんな、5000は。そんなに？ジライアもね、レベルアップしちゃうよ、これ。多分、2デベ上がってんの、2デベ。22だってん気がする。いや、23か？ジライアはテンタラフ。テンタラフっちゅうのは？混乱状態なぁ。トラフーリ、確実に戦闘が逃走、普通に強いよね。つくかじゃ、ああ、素早さの心得。でかじゃ、これはまあいるか。いやまあ、中回復、まあ、曲がるがいらねえか。敵一体にスキルを使わせなくする、赤邪魔。そういうなんか、相手にバフ付与する、バフじゃなくて デバフか、デバフというか、状態異常をつけるのがこのジライアの能力。レベルアップ鈴鹿御前。ずっと共にだったから慣れないな。めちゃくちゃあれだな、ここ、経験値稼ぎいいかもね。キミコ、アナライズって。リセちゃんは別にね、戦場に参加しないのにも関わらず、こうなんか、デベルアップしていくのいいっすね。鍵はめっちゃ持ってっから、使って。もうこの感じ好きだな。パワーノズチ、ちょっと待ってくれよ。ちょっと合体させに行かないといけないんじゃん、これ、一回。かっこいいしさ、しかも。おめえ、イケメンがすぎるだろう。で、ちなみに、あれ、リトルナイトメアもゲットしたんで。一本だたらにこだわってるあれもないか。でも、一本だたらなくしたなんか一本だたらを作れない気がしてきてるんで、なくせないな。レイヨンにしとくか。オッケー。まあ、一旦これ階段登ったら、オッケー。ボイドクエスト一緒。ほんとだね。これを回復させようと思ったら、なんかボックスからシャード出てきたからな。マジ勘弁なんですよね。これが中回復。めっちゃ回復できる。いや、これもう陽介くんのレベルをもうみんなぐらいにしたいね。てか、みんなそうしたいわ。げー。階段探そっか。てか、花村くんすごい物理あるなと思ったけど、武器変えたんだったな。包丁に。しかも今の服装に合ってるし。やった、階段だ。とっとと行こうぜ。よし、階段見つけたらもうパッパッパッと行こう。うわはははは、は腐ったみかんの分際でわしに歯向かうとはいい度胸だ。貴様のような人間のクズは永遠の苦しみを味わうがいい。くらえ。セイサニーの一撃。テイサイの一撃。三尾は意識を失った。え？嘘、どういうこと？とりあえず先を急ごう。なんか勝手に盛り上がってんだよな。ちょっと一旦あれか。戻ってペルソナをペルソナさせよう。さあ、ベルベットルームに来たぜ。レベルアップ、そう、クロス、スター、何これ。やーべえの来ちゃったよね、これね。かわいい猫将軍、めっちゃ作りて。待て、玉の最終地点がここなの。あ、そうか。これ多分、あれじゃない？あいつだ、あいつ。なんだっけ？信玄。武田信玄ってことになっちゃう、多分。タムリン。多分、かっこいい。
アラミタマ、クシミタマ、サキミタマ。で、猫将軍。ヨシツネ。ジャック・フロスト。ジャック・ランタン。めっちゃいい。あ、これあれじゃん。チエちゃんとあれした時のあれやん。猫将軍いるらしい。トランペッター。新たなる力。にぎみ玉は。じゃ、にぎみ玉はいいんだ。ヤマタノロチ。いや、これはもうなんかここにあるやつ。でいっか。ペイルライダーもかっこいいしな。32だから生み出せないか、まだでも。カーシー、ドゥーン。ドゥーン。オズチはなんかゲットできそうだから、別にいっか。いや、ねえ。減らしたかったんだけどな、ペルソナを。だけど、減らせそうにないからな。32だから、あと2レベルないと無理か。くしみたまさ、作っていいんじゃ。猫将軍作りたくない普通に。キングフロスト使うの何これ。ラミアパワーでくしみたま。一番安いまであるな、これな。だって、拾えるもんな。いや、これラミアとパワーでくしみたま作ろう。継承するスキルも何でもねえなって感じだけど。そうね。火炎か。ハマ。あ、全体なんだこれ。これ全体はいいな。で、まあ。紛らおにしとくか。きっと新たな、イゴール対応する込みのランクは5。なかなかの力授かって生まれそうですな。このペーソナでよろしいですかね。最強の弾が現れる。ちなみにこれで全部の弾を作ったことになるんだけど、どう？これで全部の弾作ったことなんだよ、俺。にぎみ玉。そんな色なの、お前。我は、くしみ玉。力を求める高き心に応えたり。そんな顔してても、こう、くるって回んな、くるって。光からの生還？いいね。レベルアップ。いや、コミを上げとくと、勝手にレベルアップ してくれんのいいよね。光からの生還。闇からの生還ってのもあるよ。くしみ玉。ターニア。にぎみ玉さ、欲しいな、じゃあ。にぎみ玉作れねえかな。ウルトゥナ。もう来い。アンドラス。ペールライダー。まあ、ペールライダー、ウルル。雨のうずめ。ユニコーン。いや、ちょっと俺は、このクロスのよ、猫将軍が先見たまで作れるから、先見たま作りたい。だから、しかもちょうどレベルが32とかいうのも作ってくださいと言わんばかりの感じのやつなんで。で、なんか、この普通虫にこの猫将軍がいるんだよね。できるならこれ作りたいなっていう感じはするの。そしてこれもいいよな。かわいいわ。じゃあジャック・フロスト、ピクシー・グールはいけそう。ジャック・ランタンってどう作るんだ ?38 で作れる。作ってみてー。この個体合体。テンション上がるな。さあ、ということで今回ここまでにしよっか。ちょっと
1層目でちょっとレベルアップさせとこうかなって感じですね、裏で。ちょっとレベルアップさせながら、まあ次にちょっとこの2章、2章だっけ ?2 章とか2階から、登ってって、またある程度行ったら、レベルアップさせる。そうしたいな。今回ちょっとこの体力ある限り、ちょっとレベルアップさせていきたいなというふうに思います。あと、にぎみ玉が作れるようになったら、猫将軍作ってみたいな、こともしたいなというふうに思ってますんで。はい、猫将軍もね、普通にちょっと可愛いなと。あれ、玉四つであれができるのか謎だけど、多分武田信玄ってことなんかな、風林火山みたいな。そういうことなのかもしれないな。多分だけど。風林火山だったのかっていう感じだけど、ちょっとわかんないけどね。はい。ということで、チャンネル登録と高評価お願いします。よっしゃ。